はい、どうも。楽しい食飯の時間です。いや、今日いいのできた。今日いいのできました。めちゃめちゃ豪華です。これめちゃめちゃ豪華。これなんだこれ。しめじ、ツナ、いいしめじだったのよ。いいしめじだったの。いいしめじ、しめじ、ツナ。いや、久しぶりの業務スーパーの。やばい。ウインナーの、安いの、大容量のやつ。と、しめじはこれツナ、まあ、いただきます。ツナのたっぷりのやつ。ブロッコリーとか。は炒めてない。トマトと。はい。乾杯です。あ、落ち着け。落ち着け。めちゃめちゃ、ツナとしめじとピーマンだ。そう、しめじね、いいピーマンだ。で、いいしめじで、これしめじぶっといのが一本入ったんだな。いただきます。大丈夫だ。あ、おいしいね。味付けね、見て、ほんと山盛りじゃないこれ。ほんと山盛りですよ。最高だね。味付けはね、ドレッシング、久しぶりに食べたけど美味しいな、やっぱな。安くて美味しい。あ、あ、僕も美味しい。だいぶ前に買った何をしてるか忘れたやつ、今見もしないで。味付けに使います。あっという間でも美味しい。塩コショウもしないで炒めてから、そのドレッシングをぶっかけて、豆腐、あー、いいね、豆腐いいね。けすぎて舌食べれないぞ。舌が全然食べれないぞこれ。どうするこれ。崩すか、豆腐を崩しましょうか。ええ、それでも食べれないぞ。今ね、動画の編集をしておって、まあ、僕はなるべく編集しないように、そのまんまでやる、そっち方面でやってきてるから。そうしたいというか、そうしたいんですよ、そうしたいんですけど、やっぱりどうしても このようなだとかどっかで隠れてね、外でも弁当で一人だけとかであれば、なんとか何もしなくてもいけるっていうのもあるんだけど、外食っていうかさ、お店のどっかのお店の中で食べた動画とか、あと誰かと撮った動画とかっていうのはどうしてもね、なんだこれ。
いじらなきゃいけない部分っていうのがどうしてもあって、こうやってやってるんですけど、今回のは特にね、特になの今回は、いろんな絡みで、おしゃべりの内容もだけど、全然あの関係ないっていうか、友達でも知り合いでも今回の関係者でもない方の映り込みとか、まあ本当はね、厳密に言えばというか、いいらしいんですよ、いいらしいね、その人を狙って撮ってなければ、全然知らない関係ない人、その人を撮って狙って撮ってなければ別に問題ないらしいんですよね。ニュースとかの街角の映像とかさ、テレビとかバンバン出るじゃん、生放送でも録画した映像でもさ、何月何日のどこの様子ですって言って出るじゃないですか。うん、お腹が反応してる、別に問題ないらしいんですよ、 YouTube でもその他の配信アプリでもさ、街中も人の顔もバンバン映ってるじゃないですか、生放送でも収録ものでもね、街中でも見かけますよ、実際そういうことをされてる方、何も言われないな。それに今の時期は僕もマスクしてる人がほとんどだから、マスクしてたら余計に全然大丈夫と思ってやってますけど、それでもやっぱ僕は言われる、飲食店で喋っても言われる、テレビとか大きいチャンネルの YouTuber の方とかそういう方々は言われないみたいだけど、うん、残念ながら僕はまだ怒られちゃうんだよ、一応ね、一応ちょっと気を使って隠すのとか言ってんすよ今。何の話でしたっけ、それで一回ね、夕べっていうか昨日帰ってきてから6時間ぐらいかけてさ、うん、チェックしていいところまで進んだんですけど、そこで一回さ、パソコンの不具合なのかアプリの不具合なのかさ、まあアプリなんだろうな、もううなったね、もう全部下段、一気にいきなり今までの作業がカッカッカッみたいになって、勘弁してくださいよと、うん、こほんとにうなった、嘘でしょって、ひどいもんだよ、うん、だから本来であれば今日は
もう一本も終わってるはずだったけど、ちょっと真似させていこう。ありがとうございます。まだこの一本回ってないからね。もう念には念を入れて半分ぐらいまでいったところでエクスポートしてる。でその繰り返しで進んでるから、また一気に全部になったら困っちゃうから倍時間かけてます。3倍ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最高。最高です。本来の時間のかかるであろう時間のもう本当は3倍以上じゃないですよ。3倍以上ですよ。3倍どころじゃないですよ。めちゃめちゃ長かった。まあこういう時もあるんだよな。で今レタリング中。これでレタリング終わってそのあと一工程ずつっていうかバババババババってやった後、もう一回チェックしてこの動画は終わり。エクスポートして、そのあともう一本こんな後半のやつ。今日中に少なくともこの一本は終わらせたいな。明日触ってる時間ないからな。あ、この明日ないんですよ。明日ちょいとありましたの日なんです。ちょいとありましたの日。優秀だな。本当に優秀だ。このみんな。カラッケ。1キロですよ。税抜きで438円。すごいね業務スーパー。すごいね。1キロですよ。たんぱない。まあもちろんね、シャウエッセンとかコウ君とか
バイエルンとかさ、ジョンソンビルとかさ、ジョンソンビルだよ、ジョンソンビルとかね、オーナーに比べても違いますよ、そりゃ全然違うよ。そりゃそうだよ、ナスのノイフランク、あれナスだけど国分寺とかにあるんでしたっけ。あっちの西東京地区というか、あっちの方にあるんでしたっけ、あれ本店というかね、そうですっけ。あ、ほんのどうだっけ、さんとか、あとはあれ僕が好きだったあれ、あれどこだったっけ、あれあれもうやばい、こんな話しなきゃよかったほんと。なんだっけ、サイボカム、サイボカム、あれこれだぞ、サイボカムどうか、あれもう一種類あったな、なんだっけな、それとは違うよ、違うんですけどね、優秀ですよ1キロで ありがたいです本当に。あー山盛りは美味しかったな、贅沢にやっちゃった。サラダって言っていいのかな、いいよねサラダって言ってね、いいでしょう、山盛りのやつ今日もとっても美味しかったです、ごちそうさまでした、頑張っちゃう。